西成区。西成区は、大阪市を構成する二十四行政区のうちの一つ。西成区は、上町大地の西側に広がる、低地帯である。区内はおおむね平坦な地形となっている。木造アパート、マンション、工場が多く、住宅地と工業地区が混在した下町である。一方で天神の森、商店下など天下茶屋駅の東部は、安倍の区から続く閑静な住宅地でもある。 アイリンと呼ばれる地区は、区の北東部の萩の茶屋付近にあり、かつては、日雇い労働者の街として知られた。しかし、バブル崩壊後は、公共事業の縮小などで求人が減り、ホームレスになる者が増えた。新今宮駅の付近は、以前たびたび起きていた暴動などによる負のイメージが、付きまとっていた。しかし現在は、交通アクセスの良さと、 比較的低価格で泊まれる宿泊施設が多いことや、シンボル、電格福祉活天閣や串カツ店が立ち並ぶ、新世界などの観光資源にも恵まれ、海外からのバックパッカーを呼び寄せている。大阪市第二次市域拡張に際して、当初は西成郡今宮町、玉出町、つもり村、小浜村及び東成郡住の井村、直津村、安立町の区域をもって、 墨江区を設置する案が出された。その後、区域を今宮町、玉出町、つもり村、小浜村に変更した上で、墨の区とする修正案が出された。しかし、墨の区では隣接する墨吉区と発音が似ているため、紛らわしいという意見や、同時に大阪市に編入した旧東成郡域、旧墨吉郡域を除くが、当初案の上東区から、 東成区に区名を変更したことを受け、旧西成郡域でも、軍名を残したいという意向が出されたため、旧軍名から取った西成区となった。なお、旧西成郡域は、伝房側木津川間が、大阪市第一次市企画庁の際に、編入済みだったため分断されており、伝房側以北が、淀川を採用した結果、木津川伊東のークが軍名を採用することになった。 編入当初、四町村の中で最大の人口を、要する今宮町の影響力が強く、区名も今宮区になる可能性があった。それに対し玉出町が今宮町と小浜村の中間に位置することを理由に玉出区を引下げ、どちらを選んでも互いに遺恨が残るため、妥協案として西成区になった経緯もある。1973年以降の住居表示上の、 町名としては、以下の32町がある。西成区では連合振興町会単位で以下の16、地域に分けている。地域区分は、概ね小学校区と一致するが、一部例外もある。地域区分としての地域名の協会、小学校区及び連合振興町会の管轄区域は、住居表示上の町名の協会とはほとんど一致しない。 地域名と住所表示上の町名が同一でも地域区分の範囲としては同じ名称を持つ住居表示上の町名は一部しか含まれていない場合地域の範囲に別の地域名と同じ名称を持つ住所表示上の町名の一部を含んでいる場合などもあるまた住居表示上で同じ町長に属していても複数の地域に分かれる場合もある中世頃までは 原区域の大半が海辺に面していたと推定される。街道、黄岸、入泉、以上、現在の萩野茶屋付近、引船、現在の天下茶屋北付近、今船、現在の天下茶屋一丁目付近などの旧地は、海辺に面していた痕跡を伝えていると考えられている。小奈良天皇は1557年4月、宮中への大台天皇に対する感謝の意を示す。 文書を今宮村に対して出した。区内にある工事小学校の校名は文書が出された当時の言語を工事に由来している。区の南部の玉では12世紀以降開発が進められ、中世、近世には生根神社を中心とした観護集落となっていた。近世になると戦乱の舞台となったことを示す記録も残されている。天正年間。 1573年から1593年には、本願寺門とが織田信長と戦い、木塚川口の防衛のために城塞を築いたと伝えられる。区北部にある出城の地名は、この時に築かれた城塞があった場所と伝えられていることに由来している。区の中部から東部にかけての一帯を指す、天下茶屋の地名は、現在の岸の里東二丁目にあった茶屋に、 豊臣秀吉が立ち寄って休憩したことで、その茶屋が天下の茶屋ないしは天下の茶屋と言われことが由来と伝えられる。天下茶屋の地名の由来となった茶屋は1945年の大阪大空襲で消失したが、敷地跡の一部は史跡天下茶屋跡となっている。区の西部のつもり、南つもり、北つもりは江戸時代中期以降つもり神殿として開発が進められた地域である。 現在の西成区の区域は、江戸時代、大阪三里に、葛馬かぼちゃをはじめとする素菜類を供給する、近郊農業地帯となっていた。土壌が素菜栽培に適していたことや、大阪三里近郊にあたり、肥料類の入手に恵まれていたことが、背景に挙げられる。素菜類は、天馬大物市場に運んで販売することになっていたが、市街地北部にある天馬は原理シナリり区域にあたる。 村からは方だとして、道頓堀や港町など、大阪三里南部での立ち売りも行われた。立ち売りは、天満大物市場との間で、しばしば紛争となっていたが、1809年に13品目に、限り、南馬一帯での立ち売りが公認されるうになった。現在の何枠にある、木津市場は、大阪三里南部での素材類の立ち売りを起源として、発展したものである。 明治時代には、町村制の実施により、現在の区域は、西成郡、今宮村、木津村、勝間、小津村、後の玉出町、川南村及び、東成郡天王寺村の一部となった。1899年、明治32年の大阪市第一次、地域拡張により、今宮村と木津村の北部が、大阪市に編入され、今宮村南部と、 木津村南部が合併して新たな今宮村、後の今、宮町となった。また川南村の大半も大阪市に編入されたが、唯一編入されずに残った川南村大技、つもり神殿がつもり村として独立した。明治時代後期以降、南海鉄道や半海電気軌道などの開通により、天下茶屋から北畑、玄、安倍野区、手塚山、玄、 阿部の区、住吉区にかけての界隈が、郊外住宅地として開発された。また、大正時代以降大阪市の拡大とともに、大阪市に近接している地理条件から人口が急激に増加し、住宅地、工場地へと変貌した。特に南海線の駅がある花園町、岸の里、玉手などは、商店街が栄え、木津川沿いは、繊維、鉄鋼、造船などの大工場が立地した。 1925年、大正14年の大阪市、第二次市域拡張の際、旧西成郡今宮町、玉出町、つもり村、小浜村が大阪市に編入されて、西成区として区政施行した。区名は旧郡名に由来する。区役所は1925年の区発足当初、花園町、現、花園南一丁目の旧今。 宮町役場を使用した。1927年に千本通り三丁目15、現在の千本南一丁目3番、旭プラザ付近に移転し、さらに1954年、昭和29年12月10日に西沢来家町、現、岸の里一丁目の現在地に庁舎が竣工して移転している。2001年12月には二代目の、現庁舎に建て替えられている。 区発足当初の町名は、旧今宮町域では、旧大麻を引き継いだ三十七町、旧玉、出町、旧小浜村、旧津森村についてはそれぞれ全域を、玉出町、小浜町、津森町とした。九百二十七年に旧玉で町域を十二町に、旧小浜町域を四町に分けている。旧津森町域は九百四十八年に町域を東西に分け、 つもり町東、つもり町西の町名ができた。九百四十三年には大阪市の行政区の分増区に伴い、隣接する住吉区と区の境界を一部調整して、現在の区域となった。区南部の小浜町のほぼ全域と、つもり町の一部を住吉区に分離するとともに、山王町、松田町、商店下、天下茶屋、天神の森、北加谷町の一部、 桜井町の一部、当時の町名を、住吉区より編入した。このうち、山王町、松田町、商店した天下茶屋、天神の森は、旧東成郡天王寺村にあたり、同じ区内に、旧西成郡域と、旧東成郡域が共存することになった。1973年に住居表示を実施し、現在の町名に、整理されている。オイルショック以降は、 産業構造の変化とともに、木津川沿いの大工場は、ほとんどが消え、商店街も空き店舗が増加し、住宅地も老朽化して、高齢者が多くなった。廃線。都線は歩行者及び自転車専用で、無償。大阪市建設局の運行。都線については、大阪市の公営都線を参照。2015年時点では、区内には、 高等学校2校、小中一貫校1校、中学校5校、小学校10校、以上いずれも、公立、専修学校2校、私立に幼稚園3園、公立に私立1が設置されている。大学や特別支援学校は、区内には設置されていない。かつて私立の混合学園が、バイナン2丁目、現、ライフ採点ジャ屋店にあったが、学校敷地が、 何は筋の延伸予定地となったことから、住の駅南港に移転した。児童数の減少により、小学校と中学校の統廃合による再編が検討された結果、2015年4月1日に、工事、萩野茶屋、今宮の各小学校と、今宮中学校を統合し、今宮中学校敷地で、新今宮小学校、今宮中学校、 今宮小中一貫校が開校した。小学校は、いずれも大阪市立の天下茶屋小学校、長橋小学校、立花小学校、小四宮小学校、梅南つもり小学校、玉出小学校、岸の里小学校、千本小学校、南つもり小学校、北つもり小学校の十校がある。明治時代初期に、勝間村に、現在の玉で 小学校、1873年2月、つもり村に、現在のつもり小学校、1875年10月が設置された。玉で、小学校は、西成郡で最初に設置された、小学校だとされている。今宮村では、現なり枠の区域に、今宮、現、恵美小学校が設置されている。今宮村北部の大阪市への分離編入、1897年、 により、今宮村には一時期小学校がなくなったが、1898年に新たな今宮村の小学校として、現在の工事小学校が開校している。大正時代以降地域の人口急増により、1910年代から1920年代にかけて、現在区内にある小学校が次々と開校した。 バイナン小学校とつもり小学校は2015年4月1日に統合され、バイナン小学校敷地でバイナンつもり小学校として新たに開校した。中学校は以下の5校。中学校の校区、2から3小学校校区で構成。1小学校校区が複数中学校の校区に分かれる例はないについても合わせて記述した。 1947年の学生改革の際、西成第1、天下茶屋、西成第2、今宮、西成第3、西南の3中学校が設置された。翌1948年には、西成第4、鶴見橋中学校が開校。その後、1955年に玉出中学校、西南中学校から分離、1972年に、梅南中学校、 鶴見橋中学校から分離がそれぞれ開校している。小中学校の校区については、山王は、安倍野区の金塚小学校、松虫中学校校区に指定されている。また天神の森の大半については、安倍野区の生命級小学校、生命級南小学校及び、阪南中学校の校に指定されている。2015年度より、私立小中学校について、 学校選択制が導入された。区内には、大阪市立、玉出、天下茶屋に縁と、市立、岸の里幼稚園1園の、計3園が設置されている。各分野50音順、生材学術文化、芸術芸能スポーツ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。